さあ、というわけで特典映像一本、はい、どうも、こちらなんで先にしゃべるんですか、あなた。何ですか、ちょっとルールが分かってなかった、大丈夫ですか。どうも、ポルノ鈴木です。オーディオコメンタリーです。たくさんの方がいらっしゃってます。山岸です。オズマです。キムです。ウケチです。そして、いろいろな機材を統括している今井くんもいらっしゃいます。よろしくお願いします。というわけで、まあ、今井くん以外はこの時ロケに行った。長い長い2日間、2日間というかもう3日間ですけども一緒に過ごしてですね、まあ編集も長いことかかったと。かかりましたね、これは。これかかった、手こずったと。手こずりました。そう、手こずった理由は何ですか。まあ、素材がまあ多いっていうことと、ことと、まあ、特にこう抑揚がなかったってことじゃないですか。抑揚がない、その特に2日目に関してはそうですね。なるほど。お、我々初見ですからね。お、そうか。あ、見たことない、この特定像。これ朝ですね。あ、集合時間ですね。早いな。早かったね、こんな早く。でもまあ、そうですね、5時間見て昼13時ぐらいに着くだろうっていう予想で集まってますからね。そうだね。うん、ザリネットですよ。主人公ですかね、この人が。よく覚えてもらいたいですね。あ、早くもスイッチが入っていらっしゃる。いやいやいや、よく覚えていただきたいですね、皆さんには。まあそうですね、はい、木村さんはもう前回、はい、もう全部ね、はい、処理しましたから、罰ゲームを。ね、まさにこう書かれた通りのことをおやりになって。やりましたね。離婚しましたからね。え、離婚しました。ああ、なるほど、はい、そうですね。お母様どころか甥っ子さんにもねお会いして。まだ言いますか、それを。四季くん、あ、四季くん噂をすればもうノーモザイクじゃないですか、完全に。完全に目線なしスペシャル。結構、ね、ああもうほらほらほら、これで困った事態もあるわけですから、いろいろと。本当ですか。大変な事態がね、巻き起こってるわけですよ。おいくろしきくん、まあ子供ですから大きくなったら分かんないですからね。まあただこの時の木村さんの態度は最悪でしたけどね、本当に。ですね、気分がいいわけがないです。でもスイカとかもそんなのしてない。何ですか。スイカ美味しかったんで。それは何のホラーになるんですか。桑原君とか。そうそう、これ見ましたよ、ね、はい、見た。おう、どんな気分でした。いや、これ絶対次来るなってやっぱり思いましたよね。そう、当たり前じゃないですか。罰ゲーム積み残してるのあとあんただけなんですから。ちょっと待って、美味しいなと。これはボリューム3、僕が特定映像出ずっぱりじゃないか。マリちゃんどうする、キムーキムーっつってね、なったわけでしょ、その頃の受け付けでは。まあ、一方その頃ね、受け付けでは、まあ、キムーっつって、どうする佐藤、どうする佐藤。そうですよ。そうですよ。そういうことですよね。何それ、健康診断？健康診断、診断結果をプレゼントっていうね。どんだけ芸能人気取りなんだぞ。それがプレゼントとしてまず成立すると思ってる。でもビリじゃなかったですよね、確かに。ほら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 、ビリじゃなかったみたいなこと。ビリ誰に言ったんでしょう。え、あの高橋さんとかのじゃなかったっけ。違う違う、これ別の時だよ。次だ、俺が出てた時ですもんね。会社だっけね、BD。なんだっけ、何が出てたかも覚えてないし。だからなんで俺バスゲームだったのかもよく覚えてない。あれ、あれは期待期待。お前はそうだよ。ジャンパー。有罪だった。重罪ですよ、もうほら罪の意識がないもん、ね、もうことごとくサンプルで来てたものを着ただけだっていうことを僕再三にわたって言ってると思うんですよ。いやーまだ繰り返す感じですか。違うな、そうそう、その話はもうやめましょう。本当にあらぬ火種よしきもいい加減にしろデブ。まあ近いこと言われてましたからね。結局は、わあ、なるほどね。ふざけんなよと。なるほど、なんとか番号とかもがっつり入れてましたから、ね、そうです、そういうのが問題なんで、うん、そうですね、滞在であると判断と。いや本当です、プレゼントできないプレゼントをね、プレゼントするなんて今後どうなんだと。これは納得いくでしょ、誰しもが。まあ、ここでやると、うん、ね、まあ、おなじみ罰ゲームボックスですよ。そうですね、あ、どこで何をやる
というのが青いのがどこでボックスね、赤いのが何をボックスと組み合わせで罰ゲームが決定するっていう。で木村さんは見事私が書いた両方をきれいに組み合わせてしまったという、そうですね、問いつったという、これでも木村なんて書いた、いや全く覚えてないです。でも全く覚えてない。あ、でもあれあれだ、覚え出した、東京マラソンに出るみたいなことを書いてました。嫌なことを書こうとか思って自分がそう、だからこれ最初にね、自分ができないことは絶対書くなって言ってん、うん、あんまりにも変なこと書いてできない罰ゲームにしてグダグダになるのが嫌だったから、はいはいはい、でもこの時点で俺は引くとは思ってなかったですからね。琵琶湖で、これね、ウケシさんが書いたと自ら引いちゃった。なんで琵琶湖なの？なんかもうどこも思いつかなくてで琵琶湖、はい、行ったことなかったなって思ってスキンヘッドのパイパン、まあ人を呪わ人を呪わばみたいな感じになりますからね、感じですよねでもこれだってね、結局結局これで行くかどうかっていう最初の判断が入るってなんかおかしいよねいやいや結局だから引いたらそれでいいじゃないですか。いや、もっといろいろひどいのがあったんですよね。ルコンさんのやつがなんかひどかったんですよね。ひどい組み合わせとかになっちゃって、これはできないだろうみたいな。女装してマラソンとかなんかわけのかな、実現できないやつ意味ないじゃないですか、うん、だから本当人を呪わばって意味ではね、うん、このボリューム3ね、木村さんもうボリューム2で俺は罰ゲームをやったと、まあ、俺はもう何もないと。え、でボリューム3ロケ行くんですか。あ、琵琶湖暇だからついてこうかなみたいな暇だからなんて本当に一言も言ってないけど本当にあれですよね、そうやって人の罰ゲーム食らうとこ見てやろうと、でタダでついてって経費で飯食ってやろうみたいな軽い一泊二日旅行のつもりだったみたいなね。もうで来ちゃうから穴が3つも4つも開いてるんですよあなたの今日だってさなんだかもうこんな夜遅くに呼び出されてもう嫌だっつったんだもん本当にもう優しい優しい優しいな。これでもあれですよね、受け付さんセットなんでしょ、あの罰ゲームセット、琵琶湖とパイパン、そうそうそう、両方と、俺が両方ともだからばらけなかったんだよね、結局ね、うん、でもこれでほら今回緊張感作るっつってんのにやっぱその抑揚がないってディレクターの方おっしゃる。いやいや、これじゃないですよ、この次の2日目が2日目、これは別にすぐできましたよ2日目は確かに辛そうだなと思いましたよね2日目はただ俺たちが買い物をねしてるだけじゃない欲望ないですよ、手代わりも特にない行って買ってみてっていう、それがもう10時間とかやってるわけですよ編集する側に待ってくるみたいな、ね、そうです。あ、そうですね、これじゃんけんシステムが発表されて、ウケさんなかなか飯食えなかったですかね、これ。そうですよね、全然俺たちが飯食ってるレストランの向こう側で恨めしそうにさあの唯一手に入ったカフェオレをさチビ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 飲んでさ、まあその映像もこの後見れると思いますけど、じゃんけんですかね、まあ弱かったですよね最初はね、じゃんけん、はい、桑原だと思ったんだけど、あ、このじゃんけんマン、ワードを聞いた瞬間に、ほう、カメラ君だろう。カメラも、カメラがお前カメラが戸惑ってんじゃねえ今僕がカメラ持ってるんですよね、そうす、渡してそれはわざとなんですよね。いや、もちろんわざとですよ。木村君がその今回来るっていう時点でこれなんか巻き込まないと本当さっきおっしゃったようにこいつ完全に旅行気分でした。いやいや、完全にそうですよ。自分で言ってたじゃん、だって旅行気分だって。いや、だって他のだって今井くんはなんか別件で来れなかったんですけど、小川くんもスケジュール空いてたんですよ。だったら普通小川くんだろうって僕思った。え、小川くん空いてたの？来たの？こいつ。で、出たー。木村さんが、いや僕今回 AD やるって言うけど、いや、はっきり言ってですよ。AD として来られたとしても、はい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 。木村さんですから、僕そのやつクライアントさんじゃないですか。クライアントさん、プロデューサーですからね。プロデューサーさんとして仕事を振られてるような立場で、そのプロデューサーを AD 扱いできるかっていうと、まあ難しい問題ですよね。難しいですよ。出ましたよ、ね、言わせていただきましたね、言わせていただきますね、これはこうなっちゃいますよね。小川は連れてこなかったら、あいつは痩せますやりたかったからですよ、言われましたよ、自分を犠牲にして、犠牲にして、あ、じゃあいいじゃないですか、じゃあ結果的に良かった、これをね
結果的に良かった。それをですよ。結果的に良かった。旅行ですからみたいなこと言うでしょ。いやそんな気を使って言ったとかで。本当にもう、ね。だってあの今テープいっぱいつけてるじゃないですか。あのテープ結局一回もビートもしてない。何もしてないですよ。僕は AD です。コスプレですよ。今は AD のコスプレですよ。どうだこれ。どうだ。実はあなたバーマセルをね、何かに貼ったり。これ使ってるじゃないですか。俺が撮ってんじゃねえかよ。なんなんだ、どうしてるんですか。なんですか、教えてください。ちょっと撮った人がどうなってるんですか。ちょっと大体おかしいと思ったら、なんで俺にカメラ渡すんだろうなって。自分で撮りたがる人なのに、なんで俺にカメラ渡すんだろうなって、ちょっと思いましたよ。おなじみ、おなじみ全行程、はあ、490キロ行きましたね。まあ今回でも木村さんもせめてほら急にさゲロ吐きたいとかやってくれりゃいいのにさ、そういうのもないしさ。そういうのもないし、それはクライマックスはもうね、琵琶湖上で主人公が受け死ってもうすぐひっくり返ってんじゃないですか。いやちょっとは主人公は受け死だよ。ちょっと主張してくださいよ、受け死さん。せっかくいるんだったら、ほらほら、あの主張のない顔ですよ。やる気がない顔です。あんまそういう主張なかったんですよね。いやだって、いたって痛い目見る感じじゃないですか、きっと。わかんないですよ。おとなしくして早くこの日が終わればいいみたいなとこはありますよね、あなたね。なんか言ってくれりゃ企画によく読めたと思いますよ。1回目はまだマジだったんですよ。夢の企画って言ってますけど、なんでヘルメットかぶってんだぐらい基本的な疑問が浮かぶよね。ずっとこれでいろっていう。ヘルメットは回ってなくてもつけてたからね。だいたいこの格好はさ、だいたいすごいなと思いましたよ。山田優を抱きたいっていう。それ無茶な要求は。じゃんけんに最後勝てば。そうそう。勝てば。もうこんなこと言われてたら何も言えないじゃないですか。って。いや、そんなハードルの高い要求をするんだったら負けた時も。外す。だから外すだけで元に戻してんだよ。キワキワんとこでさ。人を鬼太郎かなんかだと勘違いしてる。リスクはあるっていう。そう。でも勝ったらいいだけですか。勝ったらいいだけですか。そう言うけどさ。そうで、勝ちゃいいんだから。これまだまだ東京インターぐらいのとこですよ。出たばっかの。旅路としても長かったですからね。長いっすよ。好きだな、エビナサービスエリアが。ここが一番でかいっすか。一番でかいサービスエリア。エビナ、まあそうですね。ああ、そうなんですか。結構暑かったっすね、この日。暑かったでしたっけ。だって、だから今頃よく来てんな、あの学生服なんて思ったの。朝ごはん。そうか、そうか。メロンパンがここは有名だったんでしょ。え、ここじゃないでしょ。ここで。エビナ、そうです。ここだよ。エビナの。並んでたとこですね。2連覇。まあまあ朝飯ぐらいね。朝飯です。またほら、このフェラチオ。何本買ったんでしたっけ。4本買いました。食えねえとかわけわかんないのやめてほしいですよね。なんか思ったよりって全然違ったんですよね、あれ。かまぼこみたいな。あ。タバコじゃんけん。タバコもじゃんけんか。同じこと。これ高さんとじゃんけん。そうですね。ここでちょっと違う人が入ってくるから。なんでだよ。なんでだよ。
車の中でやっぱやることないですからね、これ。木村でも AKB のゲーム、AKB のゲームでしたね。やってましたね、はい、よく酔わないですよね。宮沢さえちゃんをね、落とそうってなと思って頑張ってました。宮沢さえちゃんのショートカットのボーイッシュな声、あれがいいんだ。あー、これかわいいっすよ。隣の人は吸ってるからね。そうおい、ここまで。いや、弱えな。4連敗ですもんね。ていうか俺途中でこれ見てて気づいたんですけど、途中から左で出してますよね。誰、俺、うん、じゃんけん、うん、なんで別に最初右で行くって言ってたじゃん。本当、うん、全然覚えてなかった。おやおや、まあそんなのもほつれていくよ。どんどん養老サービスエリア、もう岐阜に来てますね。早いなあ、もう結構俺腹ペコペコでしたよ、この時もすでに。食ってないからね。でもこれ時点で5時、7時に出てもう昼って言ってことだもん。いや昼も結構距離稼ごうっつって結構走って走ってだから、てっぺんなんかとっくに過ぎた飯だよこれ。でも5時間ぐらい経ってますし、うん、もうね、ひだ牛とかねー、なんか、まあ、いろいろね、サービスエリアってのはおしさまのが多いですよ。呼び出してください。親子連れとかいっぱいいるのに、すごいよね。いやもうここら辺躊躇しないもんね。そこ平気平気。あ、そう、これ木村さんだとこういうとこでグズ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 するじゃないですか、こういうやり取りが。すると思いますよ。受け力はそういうとこはやっぱタレント性が高いと思いますよね。相当やってきましたよ。でもえ、そんな感じのことをやってきましたよね。もうへでもないですよね、タレントですから。タレントではないそこはね。来た来た来た。今テンション高い。水分もね取れてますね。結構辛い状態だったんじゃないですか。そうです、カラッカラですよ喉なんて、はい、朝から何にもだもんな。だってな、意外と律儀だな。ここは食っておかないと。ここで昼ご飯を、ああドラマチックに。よくよ。あ、でも俺海老名で水だけ一杯飲ましてもらったんですよ。しかも罪人かったから、脳死を飲むために水を飲ましてもらったね。緊張感出ますね。これ勝つだろさすがに思ってましたよ。おだってどういう展開だったからって覚えてないからね。やっぱそうだよ、グーチョキばかりで消しているんだよね。そうそう、でたまにパー出すとアイコンになっちゃう。あうわこれさすがに5連敗するわけないと思ったんですよ。俺の中じゃ普通に飯食えんだろうぐらい思ってたら、もうこの人だと永久に永久に勝てないんじゃないかと思うぐらい。テンションもすごい低いです。タバコいいですか。タバコじゃない。タバコじゃんけんはジャカル続けて、タバコ仲間が、タバコ仲間、タバコじゃんけん、タバコ今ちょっとパソコン、コーヒーも欲しい。おだって要求がエスカレートしてくるけど。そうです、タバココーヒーじゃんけん。みんな車内でお茶とか飲んでましたもんね。それは飲みますよ。それは飲みますよ。なんで飲んじゃいけないんですか我々が。当たり前でしょうよ。お、自らあ天気いいわやっぱ。いや暑かったよ。最初はグー。よかったなって感じ。俺は飲む。だもうでも結構一気に飲んじゃったんでもう。学ランのやつにマークされてる俺ら。でもなんかね、学生服着てタバコ吸ってるからなんか文句言われる。まあまあまあ、つらがおっさんですから大丈夫。おしっこじゃんけん、おしっこじゃんけん、おしっこするにも許可がいるっていう。そうですね。もうなんか囚人だよね。まあでもあんま水分取ってないですから。もう一回やらせてもらったんですよ。これ何じゃんけん。もう一回おしっこ。っこでも全然あんま嬉しくなかったです。おしっこ。おしっこだからね。あ、当てた。お、あ、当てた。足がしびれる。わがままタイム。後ろに寝かしてくれ。足が痛いんでいいっすか、いいっすか。そう、これじゃんけんしなかったんですよね。はい。なんすかあの態度。家から。体のものですから。
まあ足のしびれはしょうがないとして、この iPhone でどうこうっていうのはちょっと態度が良くないじゃないですか。やることないですからね。マリちゃんにメール送ってんでしょ、だから。言ってないでしょ、そこまで。あ、要望が何それ、もうこれ出た。ホットグジャンケンである。こんなこと言う人初めて。ほっとかないよ。負けたら勝たないとほっとかれないんですよ。脱ぎかけ。まあ、脱げって言われてから脱いでますからね。これちょっと悪になる編集が。俺から脱いだみたいなけど。なんで脱いでんの。なんだよそれってなりますよ。ほっとかない。いい動き。みたいな。ほっとかれてない。ほっとかれてない。ほっとかれてないねこれはね。何かにつけて。態度悪いなぁ、お前。ジャンケン負けてますからね。でも気の毒になってくる。アメジャンケン。アメジャンケン。あ、でも銃もやってるっすね、もう。ノリノリっすね、キマさんから。あー、ほんと細けーとこだよ、お前勝つな。どうでもいいとこっすね。またトンネル入った。これ飴がいいんですよね、このちっちゃいのが2つ。ちっちゃい。残念な飴が。あの味が混ざるやつだ。そうそうそう、マスカットとなんとかみたいな。返してジャンケン。なんで取られてる。そこら辺の下りをバッサリ言ってる。すごいな、こんな伸びた見たことないな、もう。大体あ、でも4勝7敗になってました。だいぶ。あ、これね、はい、サービスエリア。あー、来た来た。これは嬉しかった。でかいメロンパン。メガメロンパン。本当そうだったですね、これは。これが。どこで買ったんだっけ。さっきの昼飯食ってた。養老。養老だっけ。そうです。そんな売ってんだね。養老がレストランが並んでて。あ、そうだ。あ、その間に。そう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 。ここ使わなくても知ってる。さっきからパーチョキばっかりする。パーチョキばっかだろう。あ、でもまあグー。ここはそうか、パーチョキか。これ本当でかいからね。これちょっとテンション上がりましたね、やっぱり。これが生命線でしたからね。またいいバターのいい匂いがね。本当ね、雨ぐらいしか食ってないわけですから。メガメロンです、歌って。メガメロンです。メロン、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 僕の目の前メロン。メロン、メロン、全然ハモってね。俺だからハモりの意味がよく分かってない。高音と低音ってことですよね。でまあすることないっすからね、車は基本ジャンケンしてるだけだから。でもこれすごい良かった。そうですか、良かったって。じゃあ良かった。すごいいいじゃないですか。これまだ全然ロケ初日の目的地に行く前にこれだからね、もうね。うわ、でか。これは美味しかった、すごい美味しかった。でも5勝7敗。おだいぶ近づいてきた。追いついてる。折り返してきてる。ちょっと気分が良くなってきてますね。黙々と食ってね。後半に向けてちょうど半分になるアスリート予選なんかどうでもいい。めちゃめちゃうまかった。ほっぺたにまあつけるんだお前がまた。取りたいならジャンケン。メロンパン取りたいならジャンケン。
あのパンツ取りたいじゃんけん。あ、ちょっとじゃんけんマンがガンになってきたな。持ってきてるなこれ。こんなじゃんけんしてた。顔のパンツ取るじゃんけんですからね。企画に絡め取られていく感じがいいね。騙されてますね。時間とともに完全にいじめ映像ですけどね。なんですって。ほっとけとほんとだよな。パンカスなんて。タバココーヒーじゃんけん。